本日は東京都こどもスマイルムーブメントティーンズアイデアコンテストスペシャルセミナーソニー元 CEO 平井和夫さんに学ぶ未来をつくる地域社会課題との向き合い方へご参加いただき誠にありがとうございます本日の司会進行を務めさせていただきます丸山かれんと申しますどうぞよろしくお願いいたします本日のスペシャルセミナーは 中高生の皆さんが地域・社会課題に関心を持ち自ら積極的に行動を起こすきっかけとなる内容となっておりますこのスペシャルセミナーをきっかけにより多くの中高生の皆さんがティーンズアイデアコンテストに参加されることを期待していますそれでは本日のプログラムについて説明いたしますまずはじめにティーンズアイデアコンテストの概要とテーマ説明を簡単にさせていただきます 次に、子どもスマイルムーブメントのアンバサダー。ソニー元 CEO、現在は一般社団法人プロジェクト、希望の代表理事をされている平井和夫さんからお話いただきます。その後、後半は質問タイムになります。平井さんに聞いてみたいこと、今日のセミナーを通して気になったことや不安に思ったことがあったら質問してくださいね。どうぞ皆さん楽しんでこの時間を過ごしてください。 それでは早速スタートしていきましょうここでティーンズアイデアコンテストの概要とテーマについて説明しますティーンズアイデアコンテストとは何か知っている人は手を挙げてみてくださいちょっといるかなって感じですかねありがとうございますもう知っている人やよくわからない人にも改めてご説明しますティーンズアイデアコンテストとは企業や団体が今まさに中高生に聞いてみたいい を持っている地域社会課題をテーマとし中高生を対象にアイデアを募集表彰するコンテストですではどんなテーマを募集しているのでしょうか今回は3つのテーマを募集していますまず1つ目地震が起きても慌てない安心できる街にするためにはというテーマですテーマの提案企業は株式会社熊谷組です トンネルやダム、道路、マンションや病院などいろいろな建物を建設している会社ですね次に二つ目赤ちゃんに優しい子育てのしやすい地域社会を実現するためにはというテーマですテーマの提案企業はビジョン株式会社です哺乳瓶をはじめ育児用品を開発、製造している会社です最後に三つ目 デジタルデバイドとネット依存を防ぐには、というテーマです。テーマの提案企業は、イコールチャンス株式会社です。企業の人事戦略コンサルティングや、公立学校向けのテラコヤプログラムを提供している会社です。これら3つのテーマの中から、興味・関心のあるテーマを1つ選択して、テインズアイデアコンテストに応募してください。 皆さんが応募した後の流れをご説明します。9月30日の募集締め切り後一次審査として書類審査二次審査として10月中にオンラインヒアリングが行われます。そして10月12月22日の日曜日都内会場でコンテストの最終審査と表彰式を行います。中学生の部高校生の部の2部門それぞれで最優秀賞である知事賞1アイディア 優秀賞にアイディアの合計六アイディアを表彰しますまた表彰式には小池都知事も来るかもしれません最後に一月以降受賞者とテーマ提案企業団体によるテーマや受賞アイディアについての意見交換を予定しています以上がティーンズアイディアコンテストの概要とテーマ説明になりますそれではいよいよ本編に参りましょう 本日ご登壇いただくのは子どもスマイルムーブメントのアンバサダー平井和夫さんです。よろししくお願いいたします。はい ということで,です、ね、き今日は20分ほどお時間をいただいて、私の方から、ここにありますとおり、地域社会課題との向き合い方ということで、ちょっとお話をさせていただくんですけれども、そのあとにです、ね、質疑応答のコーナーもありますので、まあ、いろんな質問をです、ね、ぜひ積極的に聞いていただければなというふうに思っております、はい。まず簡単な自己紹介させてください。改めまして平井と申します。 私はですね、まあ、長い間ソニーグループで仕事をしてたんですけれども最初はですね1984年というともう皆さんからしてみるとどれだけ昔なんだろうと思うと思うんですけど40年前ですよね今のソニーミュージックに実は入社しまして、まあ、音楽のビジネスで仕事をまずしてましてその後にですねアメリカの方でアメリカのプレイステーションのビジネスに携わってその後全世界のプレイステーションの 責任者になって2 0 1 0年からですね6年間はソニーグループ全体の社長兼 CEO ということで今は、ですねもうソニーは完全に卒業しましてここにはあります一番下にありますけれどもプロジェクト希望という社団を立ち上げて代表理事をやっているということでまああのずっとですねソニーで40年近く仕事をしていたとそんなバックグラウンドのものでございます。 でですね、まあ、今日はその社会、えー、そして地域の課題に取り組むということなんですけどもあのまずですね、えー、どうしてそういったことに取り組むんだろうかということについて、えー、2つの視点からですねお話をまずさせていただければと思うんですね。 まず一つが行政ですとか企業とか NPO から見たそういった地域課題とか社会課題どうして取り組むんだろうかということなんですけれどもまあそれぞれ行政企業 NPO 視点が多分違うんですけれどもまあ行政としてはですねやはりえまああの国民の皆様から税金をいただいてより良いですね生活より良い環境をつくっていくということが 行政には求められるわさまざまなです、ね、問題があった場合にはそれをやっぱり課題をです、ね、解決していってより快適に生活をしてもらうと、えー、いうことをです、ね、やっぱり行政は目指さなければいけないということで行政はそういった課題に取り組んでますし一つ飛ばして NPO はですね逆にそのいろんな問題に対して例えば子どもの貧困ですとか それからあとは、まあ、あのいろいろ社会課題がありますけれどもそういったことに一つ焦点を当ててこの問題をぜひ解決したいねということで活動さされていいるというのがやっぱり NPO NGO さんですよねで企業なんですけれどもなんで企業がそういったものに取り組むかっていうことなんですけれども企業もですねやはりいろんな社会課題っていうのを解決していくことによって積極的に解決していくことによって自分たちの企業の えー、より大きな発展例えばですね、えー、もっと市場を大きくするであるだとかそれからあとはお客様にあのこの企業っていうのはこういった社会問題に本当に積極的に取り組んでるんだっていうことをやっぱり アピールするってこともできますし最終的には自社のです、ね、商品をもっと買ってもらう自社のサービスをもっと使ってもらうそして自社の社員にもっともっといい生活してもらうっていうふうな視点でですね企業もいろんな社会課題に取り組んでいるということで、まあ、行政も企業も NPO もですねいろんな社会課題について取り組んでいくっていうことが、まあ、自分たちの使命でもあるし自分たちのためのメリットにもなっていくということですよね。で一方で じゃゃあここにいらっしゃる皆さん、学生の皆さんの視点というのはどうだろうかということなんですけれども、えーまあ、あの皆さんはです、ねえー、まだ学生で、えー、ある意味ではですね、非常に、えー、羨ましい立場というか素晴らしい立場に皆さんいるんですよね。何かというと、いう 私ももう40年近く社会人をやっててそして社会人になるとですねいろんな問題とかいろんな課題が見えてきてそれに対していろんなことをやっぱり解決しようとかいうことを自分でも思うんですけれども社会人になると良くも悪くもですねいろんな他のことを考えなきゃいけないんです。 ある一つの問題を解決しようとしても、これってお金いくらぐらいかかるんだろうかとかですね。この問題解決しようと思っても、そもそもこれって社会的に見てそんな大きい問題なんだろうか？とか、この問題解決しようなと思っているといや。でもこういうこと言うと、上司に敷かれるかもしれないな。とかいろんなですね。こうあの物が入ってくるんですよね。ピュアなものの見方がだんだんできなくなってくるで、決して。それは悪いことじゃなくて、社会人はそういったものの見方をするんですけども、ここに走る。皆さんっていうのはもっとピュアに。 この問題に対して本当にあの忖度することなくこんな解決方法があるんじゃないかということをやっぱり考えるだけのですねいろんなこうまあ悪ければしがらみがない中で考えることができるというのが皆さんが持っている素晴らしい視点だし皆さんにしか持てないようなそれは視点なんですよね。だからこそ企業も今回のこの子どもスマイルムーブメントそうなんですけれども。 学生の皆さんにいろんなアイディアを出してくださいということをあえて皆さんのピュアな素晴らしい視点を使っていろんな解決方法いろんな課題に対するこういう意見というのを聞きたいということで皆さんにお願いしているコンテストを開催しているわけで皆さんの視点というのはですねよって非常に素晴らしい視点だし非常に価値がある視点だということをぜひですね覚えておいていただきたいというふうに思います。はい、クリッカー持っっっていいくの忘れちゃったんでちゃたでょっと取りに行きますねはい さててですすねここがポイントになってきますちょっと長いんですけど読みますね行学生と行政企業 NPO 地域社会の皆さんが目線を合わせて共通するゴールに向けて協力することによって社会課題に向き合えるっていうことなんですね。これは何を言ってるかというと先ほど申し上げたように企業とか NPO さんだとか それからあと行政でもいろんな問題がありますよねこんな地域課題こんな社会課題がありますよねということをいろいろ考えていてじゃあどういうふうにそれを解決しようかということを、まあ、議論してるわけで一方で皆さんも先ほど申し上げたピュアな見方でこういった問題に対してはこういうふうな解決方法があるんじゃないかということをやっぱりどんどん考えてそれやっぱ提案してくれるわけなんですけれども皆さんの,その提案とその 解決方法が実際にそれをアクションを起こしていく企業とかですね行政とか NPO のアクションと目線が合わなきゃダメなんですよね要するに何を言ってるかっていうとこれを解決しようっていう一つの A 案っていうのを出したとしてもそれが A 案が聞いたですね企業側がそれそうだよねって思ってくれないとありがとうございますと終わっちゃうんですよね。でそうだったら面白くないから どううすするるかっていうといそこででやっっぱり対話が必要になってくるわけです私たちは A 案っていうのをあの提案しますけれども企業からしてみるといや実は A 案っていいんだけどもこういった問題がありますよねということで対話がそこに生まれてじゃあ A 案じゃないけれども A'A 案をちょっと変えたアイディアってどうですかあこれだったらいいですねとかこれはもう少しちょっとこうあの調整しましょうっていう対話が生まれるわけですよね。で今回のこのこアアイディアコンテストでも え皆さんにいろんな課題に対する3つほどあったんですけれどもえいろんな提案をしてもらってえ後にですねえまあ企業との対話の機会があるっていうふうにあのさっきもありましたけどもそれはまさしく皆さんが提案したものに対して企業はどう思うかこれはどうなんでしたっけこれってどういうふうに考えてますかっていう対話が生まれて皆さんのアイディアっていうのが共通の目線になるようなそのプロセスっていうのはここで生まれてくるわけですよね。それがが大事で皆さんが 右だって言ってるのに企業 NPO は左って向いてたらば同じ方向にはなかなか行かないのでできるだけですね同じ方向に向くように皆さんのアイディアをうまく使えるような企業の方でもあこうだよねって思えるようなところにやっぱり調整しながら持っていくっていうのも非常に重要だということであります。 さてですねあの今回はもう3つほどテーマが実際出てるんですけれども、えーまあ、私の経験に基づいて、まあ、そのアイディアの発想法、まあ、つまり、えー、いろんな社会課題、えー、皆さんもいろいろ考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど地域課題も、えー、どういうふうにそれを発想していくんだろうかということを、まあ、あの経験を踏まえてですねちょっと皆さんとここでシェアさせていただければというふうに思います。どけも これからですね、皆さんがいろんなところで、えー、いろんな課題、えー、そしていろんなですね、えー、まああの問題っていうのをこうやっぱり見ていくときにのまあ一つの発想法ですよね。はい。三つほどあります。まず身の回りから、あの地域課題とか社会課題っていうと、例えばですね、まあ本当にあのまあ、えー、耐震性の高い街づくりをしようだとか。 それからです、ねまあ、自然災害が起きたところにどういうふうにやっぱり支援をしていくかとか非常に大きなテーマっていっぱいあってそれはそれで素晴らしいんですけれどもあのぜひです、ね、まずは自分の身の回りでどういうことが起きているかということをです、ね、まずは一回見てみるというのは非常に重要じゃないかなと思います。 例えばですね、えー、まあ皆さんが,、えー、があの学校に通われているその道でですねなんだか知らないけどこのんかあか空き家が多いよねと誰も住んでない家でなんとなくあの木,しげ木がね茂ってきちゃってあんま手入れされてないよねとかあとは似たような話ですけどもあの駅前の商店街が昔はなんかすごいお店がいっぱいあったんだけどこのシャッター街にやっぱりなってきちゃったよねとかいろんな気づきがありますよね日常の生活の中で。 そういったまず身の回りのことからこれってどうなんだろうこれって何かおかしいよねっていうのはいっぱい気づきがあるんじゃないかと思うんですよね。でそういったものもやっぱり非常に重要なもしくは大事な地域課題ですからマスコミで取り上げられてくれてるような大きなテーマも大事なんですけどもそういった身近なことそういったこともですね是非考えていただければなというふうに思うのがまずは身の回りから考えましょうという1点目ですね。 でその中ででも自分の興味あ人はあんまり面白くないすよね。だから自分の身の回りであこれってさっきの空き家の話しましょう空き家がいっぱいこのあってで実は自分はそのまち、あ、づくりとか地域の活性化とかそういうのに興味があるんだったらばじゃあそれを深掘りしてみるということで,できますよね。もしくは例えば、えーまあ、これも一緒だかもしれないですけどこう学校に行く、まあ、通学路で どう考えてもこれ歩道がなくてガードレールもないしその割にはね小学生の皆さんがあのやっぱり通学路として使っててこれかなり危ないよねというふうに思ったらはそれはまず身の回りだしで交通行政にやっぱり興味があるんだったらばそれを深掘りするっていうこともやっぱりできますしまずは自分の興味のあること興味があることに対してはやっぱり何て言うんですかね時間をかけてもうちょっと調べてみようってやっぱり探求心が出てきますから。 ぜひです、ね、身の回りのいろんな課題を、まあ、見つけながらその中でも自分のある興味のある分野っていうのを深掘りしてみてこれはどういうことなんだろうかっていうことをぜひ考えてもらいたいなと思います。それから3つ目これ大事なんです。常にななぜぜと問いかけるなぜ、まあ、英語で言うと「ホワイ」ですよね。 例えば、えー、と先ほどのの通学路の話しましまょうガードレールもなくて何だか知らないけどやっぱりね車がすごい行き来があるんだけども小学生の子どもたちがずっと通学路に使ってて危ないなぜなんでこんな危ないところに通学路があるんだろうかほ他に道がなくてここはやっぱりあの道路、ね、あの主要の幹線道路だからやっぱどうしても交通量が多いんですよねなぜなんで迂回してもらえないんですか なんでガードレールがないんですかいやガーードレール設置するってもお金がかかるんでなんでお金がかかるんですかいや税金でちょっといろいろまかわなきゃいけなくて他にもやっぱり使わなきゃいけない予算があるんでなぜ予算がそんなに足りないんですかでは税金の収入はちょっと少ないなぜ税金が少ないんですかどんどん聞いていく。なぜなぜなぜ,なぜ。で自分が納得できるようなところに行くまで。 どうしてなんですかなぜなんですかということを常に考えてでそこを追求することによって本問題の本質にもたどり着くことができますしそれに対してどういうふうなアイディアがあってどういう解決方法が提案できるかということが発想されるわけですよね。ですから自分が納得いくまでなぜかどうしてなのかっていうことをやっぱり聞くもしくは調べてみるそれで納得いかなければそれに対してももう一回なんじゃあなんでそれは何でなんですか どうしてなんですかってことをやっぱり聞いていくってことが大事なんです常になぜを問いかけるもしくは問いかけ続けるっていうことですよねだから3つまとめますと身の回りからいろいろと問題がありますし興味ある分野っていうのはちょっと深掘りするし深掘りしながらなんでこうなってるんだろうかってことをやっぱり問い続けるというこの3つが非常に重要になってきますはい あとですね、えー、2つほどポイントがあるんですけどもじゃあ今度は解決方法を考える時いろんな課題があってそれに対していろんな、まあ、提案があるっていう時に、まあ、いろんな観点があるんですけど今日は時間がないので2つほどお話しさせてください一つは英語で言うトレードオフっていうコンセプトがあって、まあ、両立できない関係性っていうことですよね。これ何かっていうと例えば今皆さん多分夏休みだと思うんですけれども夏休みに宿題が出ますよね。 でえー、宿題をえーやらずにですねずっと毎日のように遊んでてゲームしたり友達と遊びに行ったりとか毎日楽しくて楽しくてしょうがないだけどもその両立できななな関係性はどこかでたまった宿題を一挙にやらけければいけない逆にいや私は最初に全部宿題やっとくんだっていう人はいいんですけども宿題ずっとやってるってことはトレードオフは遊ぶ時間が足りないで別にどちらでも悪いことじゃないんですけどもで中には ちゃんと毎日少しずつ宿題をやって少しずつ遊んでいくっていうバランスを取る人もいればそうやってトレードオフですよね両立できない関係性要するに遊,んで遊びたいし宿題もしたくないというのはなかなかできないどっちかがやっぱりバランスが取れなきゃいけないというのがトレードオフっていうのが、えー、あります。でそのトレードオフがある中で多視点多視点も非常に重要なんですね。 これ何言ってるかっていうと例えばですね一つ例を挙げると、えー、まあ賃金、ね、あの賃金がもっと上がってほしいよねっていうことはよくマスコミとかでも出ると思うんですけれども賃金低すぎるもっともっと給料を上げてほしい報酬を上げてほしいっていう、まあ、一つのこれ社会課題ですよねでもこれっていろんな視点があるんですよね要するに給料をもっと欲しいもっと賃金を上げてほしいと思っている実際の従業員の方それからそういった方々に給料を払う会社の人たち そそれからその会社の株主の方々もしくはその会社にいろんな原材料を納品している業者の方々いろんな人がいるわけですよね。それで給料をもらう人だけが賃金を上げてもらったら本人はハッピーでまあね給料を倍にしてくださいって倍にしまったらほんな嬉しいことはないですけども会社の視点からしてみたらば急に人件費が倍に上がってしまうってことはこれは。 もしかしたら会社がねカツカツで運営してるんだったらば赤字になってしまうかもしれない。会社がもう続かなくなってしまうかもしれないっていう視点がありますよね。もしくは値上げしなければいけないかもしれない。もしくはいろんなあの商品とかいろんな原材料納品してる会社に対して値上げをしなければいけないかもしれないとかですね。もしくは株主からしてみたらば赤字になったらば株価が下がっちゃうから自分が投資した株が下がってしまうからどうしてくれるんだ。 いいういろんな視点がありますよねだから考えていろんなまあ解決策とかこうしたらいいんじゃないですかっていう提案は必ずいろんなステークホルダーっていうんですけど関係者利害関係者がどういう人たちがいて今回提案したことっていうのは皆さんの視点から見てこれってどう見えるんだろうかっていうことを考えないと本当の解決にはならない。 要するに先ほど申し上げたように給料を倍にすればいいじゃないですかってそれは簡単だけども実は他のステークホルダー利害関係者からしてみたらばそれって非常にマイナスになってしまうしもしかしたら会社が潰れてしまうかもしれないっていう提案をしてるかもしれないわけですよね。それがまさしく上である上で書いてるトレードオフ両立できない関係性があるしそれをいろんなステークホルダーいろんな関係者の視点から見てどう見えるかっていうことを総合的に判断して皆さんが100% これはいいよねと思える解決策はないかもしれないけれどもバランスよく皆さんがあこれだったらば100%じゃないけれどもこれだったら協力できますこれだったら私たちもできますっていうような提案をしない限りは一番最初に申し上げたように企業とか NPO とか行政からしてみたらばいやこれって一方的な解決方法でしかなくて総合的な解決にはならないしみんなが納得できるようなバランスではないよねということになってしまうわけなんでぜひですね 物事にはトレードオフっていうのがあって、かつ利害関係者がいっぱいいるから多視点のものの考え方っていうのをぜひ導入していただければというふうに思っています。はい、まああの今日はですね20分という非常に短い時間だったので、まあ簡単にお話をさせていただいたんですけれども、最後にですね皆さんに送りたいメッセージはこれです。皆さんねあのここにいらっしゃる皆さんはまだまだ若いわけですから。 時間といいう素晴らしい資産を皆さんん持ってるんですこれはどんなお金持ちでも皆さんから買い取ることはできない皆さんが持っている素晴らしい資産なんでこれからですね、まあ、地域課題社会課題そういったものを、えーまあ、こういったものあるよねって考えたりとかいろんな提案をしてみたりとか解決策を提案したりとかするっていうことで皆さんこそがですね本当に日本のこれからの未来を担っているわけですし場合によっては日本どころじゃなくて世界をやっぱり変えていく力が皆さんはあるんですよね。そういった ポテンシャルを皆さんは持っているだからぜひですねそういった皆さんの先ほど一番最初にもらった素晴らしいピュアな視点それをどんどんやっぱり活用して積極的にいろんなことを提案してもらってただし先ほど申し上げた多視点とかトレードオフのことを考えながらより良い社会をですねやっぱり作っていく皆さんの原動力にやっぱりなっていただきたいというふうに思っています。はい で短い時間でしたけどご視聴ありご清聴ありがとうございました、えー、質疑応答に入りますけれども何でもいいです遠慮なく聞いていただければというふうに思います、えー、とりあえず私の、えー、お話はこれで一回、えー、終わりとさせていただきますどうもありがとうございました平井さんあり,ありがとうございました、はい、それではここから質問タイムとさせていただきますまずオンラインでご参加いただいている皆さんにご連絡です 平井さんに聞いてみたい質問を Q&A 機能を使って受け付けますよろしくお願いします画面下の Q&A というボタンを押して質問を入力してくださいねまず会場の皆さん次にオンラインの皆さんの順で平井さんに質問したいと思います事前に質問を送りいただいた方もぜひ直接ご質問くださいそれでは会場の皆さん平井さんに聞いてみたいことがある方はぜひ挙手をお願いします遠慮なくどんどん聞いてくださいね えっと素敵なお話をありがとうございました。えっと質問なんですけど、はい、今の中高生が身につけるべき力っていうのは何かを伺いたくて、でその力を身につけるためには具体的に私たちはどのようなことをすればいいのか教えていただきたいです。お願いします。あ,ますあのまあいろんな身につけてほしい力っていうのはあるんですけども、まあ、力というよりはですね、あのぜひ皆さんにお願いしたいのはあのいろんな 社会でどういうことが起きているのかっていうことをやっぱり皆さん若いうちからですね、えー、いろんなまあ方法がありますけどネットもあるし、まあ、新聞もあるし、まあ、テレビのニュース番組もいろいろあるんですけどもなるべくですね世の中でどういうことが起きてるっていうことを、えー、なるべくまあ勉強してほしいっていうか、まあ、読んでほしい聞いてほしいんですよね。 であのまあ、本当に、えーまあ、日本のいろんな情勢世界情勢いろんなことがあってもう本当にいやこれはちょっと多すぎるよっていうのは多分あると思うのでそれもまずは興味があるところから全然いいんですけども今日本でもしくは今世界でどういうことが起きているんだろうかということをやっぱりニュースで見るで逆にそれも何でこうなってるのなぜっていうことをやっぱりそこでやっぱり、えーまあ、自分なりに調べてみるってことがすごい大事で世の中を知ることによって 世の中に対して自分がどう思っているかとかこういう解決方法があるんじゃないかとかこの間新聞で見たあの,あのやり方っていうのは今回の問題にも応用できるんじゃないかっていうことはやっぱりどんどん考えることができますからあの、まあ、私も多分皆さんと同じ年の頃はですねあの他にもいろいろとあの、ね、あの友達と遊びに行ったりとかあのそういうことに結構熱心で、えーまあ、テレビのニュースとかあんまり見てなかった自分も反省もあるんですけれどもぜひですねあの 本当に一日ちょっとでもいいので、今世界はどういうことが起きているかということについて、本当にもういろんな今皆さんね、あの情報源ってありますから、ちょっと読んでみて、これってどうなんだろうかっていうことをやっぱ考えてみるという力をですね、ぜひつけていただければというふうに思います。答えになりましたか？あの納得しなければどんどん聞いたらいなぜ？なんでそういうこと言うんだお前はとどんどん聞いていただいて結構ですからね。はい。聞かない？はい。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。はい <laughs> なんでそんな答えをするんだ、なぜだって、そこでも聞かなきゃダメでしょ本当に、納得しないんだったら、聞く。ですね。はい、じ次の質問お願いします。会場の皆さん、もしご質問がある方いたら、ぜひどんどん挙手お願い。聞いていただいていいですよ。はい。あの、今新聞っておっしゃってたと思うんですけど。あの、具体的には、どのような、あの、どの新聞がおすすめですか。あのですね、えっと、別、あの、どの新聞っていうのは、特にあるわけじゃないんですけれども。あの、一般的に。 言言わわれれててているあの、まあえー、南大って言われてますよねですから、まあ、日経があって朝日があって、えー、読売があって、えー、毎日があって、えーまあ、いろいろありますけども、まあ、どちらかというとですねあの大きな何、えーまあ、て言うんですかね、まあ、あのメディアのやっぱり情報源っていうのをメインに考えなきゃいけないんですけどもこれもですね、うん 例えば、えー、経済に興味があるといって日本経済新聞の紙面だとかネットだけ見てるじゃなくて一つのなんか興味がある問題があったらばあなるほどね日経はこうに報道してるじゃあ朝日新聞はどういうふうに報道してるんだろうかで一方でネットではどういうふうにあのそういう大きい新聞社じゃないところのネットではどういうふうにこれが取り上げられていてどういう意見があるんだろうかっていうことで必ずですね情報源っていうのは一つのことに対して 最低2つ願わくは3つ見て多視点でこれも見ていかないとどうしてもやっぱりメディアとか報道っていうのは偏ってしまうんで,でこれは別にわざとそうしてるわけじゃなくてそういう自然にそうなってくるので皆さんはですねすぐ一つを見てそうだそうだっていうんじゃなくてなるほどこういう視点もあるけども他にどういう視点があるんだろうかっていうことをちゃんと見ていくっていうことなんであのどこからといえばどちらかというと。 えー、複数のっていう方に、やっぱり重きを置いてもらった方がいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先ほどもう一名手が挙がっていた方。あ、はい。はい。貴重なご講演ありがとうございました。うえっと。 中高生の間だったり、はい、または大学生になって就職前だったり、はい、でさらにはその就職された後それぞれのタイミングでその自身の歩んでいくキャリアについてどのくらいその思い描いていたのどういうふうに思い描いていたのかなっていうふうに思ったのでぜひ教えていただきたいですあ,ありがとうございます。あのまあえー、私はです、ね、本当に小学生の頃から 将来どんな仕事に就けるのかな着きたいのかなってことをいろいろとまあ自分なりに考えていてそれでまああの一番最初にですね私がよく言うんですけどもたまたまあの電車が好き鉄道が好きだったんで私はどう考えても大人になったらばあの鉄道電車の運転手をするんだっていうんで結構盛り上がってた時期もありましたしそれからですねあの自動車のデザイナーやりたいとかですねいろんなことをこう思い描いてきたんですけども あのまあ、えー、最終的には、えー、自分の今までの経験とか自分が興味を持っているところってどういうことなんだろうかということをよく考えて、まあ、あの最初音楽業界に入ったんですけれどもあの何をここで言わんとしているかっていうとあの自分の夢とかこんなことをしてみたいなっていうのはやっぱり自分で思い描いていくっていうのはすごい大事なんですよね。でそれがもももう全然変わわっても構わないんですけれども なんとなく目的もなく何なか来ちゃいましたっていうことじゃなくて別にあのね私も結局電車の運転手にならなかったですけども電車の運転手になりたいねっていう時はまあ興味があったんでそれこそあのなんか電車の皆さんね電車はあま知らないかもしれないですけど電車の車種っ車て種機種と調べたりとか時刻表ってどうやって作られてるんだろうかで結構調べるわけですよね。それは別にまあ自分の知識として持ってるだけなんですけども興味があったからやっぱり勉強する。 車のデザイナーしたいと思った時もやっぱり自動車のことを結構勉強したりとかしたんですけどもまあ,あのそういって知識を得るっていう機会にもなりますからやっぱり常に何をやりたいんだっていうことを考えてでさっきも言ったようにそれは変わっても構わないですけども目標を常に持ってそれに向かって進むべきに今何をしなきゃいけないかっていうことをやっぱり考えていくところがすごい大事じゃないかなというふうに思ってますのであの何回言いますけど別に目標は変わってもいいんです。何回変わっても構わない。 でも目標を持ちましょう私はこうなりたいんだ私はこういうことをしたいんだこういう形で社会に貢献したいんだっていうことを目標を持ってじゃあそれに向かって走るためには何を今しなきゃいけないかっていうことを考えていくってことがやっぱり大事かなと思うしそれは目標を変えたとしてもまあさっきの私の例で言うと電車の勉強したとか車の勉強したっていうのはそれは私の知識として今でも大事に持っているわけですから結局無駄な時間にはならなかったと私は思ってます。 ありがとうございます、はい。ありがとうございます。もし会場の方に今出た、今。お願いします。貴重なお話ありがとうございました。はいえー、私は、あの、部活動で。ボランティア活動をすることがよくあるのですが。いいですね。はい、あの、この間。ちょっと聞いた話で、はい、あの。相手側の。 私、あの最近子供食堂とかで読み聞かせをしようって話してたんですが、一、はい、回あの先輩が子供食堂に電話をして断られたことがあって、その時にやっぱ相手の視点になって考えるのが大事っていう風うに思ったんですが、その際の注意点だったりコツとかってありますか？その断られたっていうのはどういうどういう,どういうことだったんですか？なんかその先輩たちは読み聞かせではなく、子供食堂。 お手伝いをしたいということだったんですが、やっぱあの料理とかは子どもの口に入るから、あなるほどなるほどはい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 <じ>、はい、あのそれはまさしくあのまあすごいいい例じゃないかもしれないけども、ちょっと今日お話したところに若干あのまああのマッチングするかなと思うのは、えー、まさしくそのまあ先輩たちはやっぱり協力したいということで、まあ一つまあ貢献したいっていうふうにねあの思って。 こういうことさせてくださいっていうふうに言ったんですけどもでそれはその学生さんの視点ですよね一方で団体さんの視点っていうのはそれは嬉しいんだけれどもまさしくあのお子様にの口に入るものっていうことはある程度のやっぱ基準をクリアしてるとかちょっと私もよく勉強してないので分かんないですけどもあの衛生関係の資格があるとかもしくはそういった監督のもとでやんなきゃいけないとかいろいろあると思うのでそれはだからありがたいけれどもそこはできないですっていう視点であって。 でそこでじゃあおしまいじゃなくてじゃあ,あの他の形で自分たちはどういう,うに貢献できるんですかっていうことがまずその対話であってでそれがやっぱり多視点の、えー、中でどういうふうな協力をこっちが提供することができてそれをどういう形でこれだったら協力してもらいますねっていうことをやっぱり相手の団体も、えー、それに対して合意できるかっていうところがやっぱり話し合いになってきますから。 あの一方的にこれがやりたいですだけじゃやっぱり先ほど言ったように成立はしないっていうことの多分いい例だと思うんですよね。ですから逆に言うとそこであのじゃあもう協力するのはやめたっていうことじゃなくてあなるほどこういう理由でこれは今できないんだったらばじゃあ先ほど申し上げたように全然違う形のボランティアさせてもらえますかっていうことをやっぱり提案していくっていうのがまさしく対話だしそうすることによって 貢献してもらえる。そこでじゃあやめましたっ,て言ったらもう貢献にはならないわけですから、そこら辺はやっぱり柔軟な対応っていうのは両側で必要になってくるってこともすごいいい例だと思いますね。はい。ありがとうございます。皆さんからお寄せいただける質問とかで何かまあ自分もこういうことに興味あるとかプラスでこういうこと聞きたくなったっていうことがもしありましたら会場の皆さんも続々ご質問お願いします。はい。 貴重なお話をありがとうございましたとま、えっと、私はこの部活でこのオーケストラをやってるんですけど、はい、これ今高1なんですけど高認になるとの最高学年なので結構いろんな予算とかこ,のこれからなんか何の曲をやるかとかそういういろんなことを考えなきゃいけないんですけど、はい、その時にこの結構このパートごとでなんか意見がぶつかることが多くて。はい、そうでもなんか そのその相手が言っていることも何となく分かるけどでも自分が実際に体験しているわけではないのでなんか完全に理解し合って妥協案を作るってことがなかなか難しくてそういううい時はどうすればいいそれは一つの個別のやっぱりケースによって解決の方法っていうのは多分違うと思うんですけれども。 一つです、ね、あのぜひ皆さんに覚えておいていただきたいのは、えー、よく私が言うんですけども英語で言うと to って言うんですよね要するに合合意意しししないといいとととううここにつてまょですだから最初からあ,のあなたが言ってることは分かるし、えー、どういうことを言わんとしてるかっていうのもよく分かるけども私はそれに対してはあの合意はできないでもそれでいいじゃない。あなたは A と言ってるけども私は B だと思います。 でどうしてもあの B だ B だ B だって言って言い任すんじゃなくてじゃあもうお互いに違う意見を持っててそれは素晴らしいことだし合意しないっていうことをみんなで共有しましょうっていうようなことで、えー、解決できるというか前に進むことっていうのは結構いっぱいあるんですよね。じゃないとある意味ではあの今の例とちょっと違いますよ結構些細なことであのもう B じゃなきゃだめだってわーっと言ってで結局 でまあまあ、説得したとか無理やり説得したところでそれ以上前に進まないってことが結構あって言われた方は何だろうしないけどわなあの後味悪い感じになってなんかこの人とあんまりいろいろと仕事をしたくないよねってなっちゃったらもうそこで終わっちゃうわけですから合意しない合意できないっていうことについてみんなで合意しようよっていうスタンスを持つことによって私に言わせればですねあの本当にいろんな、まあ、あの国内もそうだし、まあね、海外でもいろんな 紛争だとかいろんなこう何て言うんですかねあのいざこざとかあるんですけども結構そういうスタンスを持つことによってかなりですね、うん、違っていいじゃないっていうことでじゃあ次のもっと発展的な話に持ってきましょうよっていうことでその最初のところを乗り越えることができるんじゃないかな私は思ってるんで是非ですね合意しなくてもいいじゃないっていうことを念頭に置いて話をしていただくと 場合によってはちゃんとね最後までやっぱりどうしても結論出さなきゃいけないこともあるんだけどもそうじゃないときはもうそれでいいからはいじゃ次っていうふうにいけるっていう対応ができるんじゃないかなと思いますね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございますそれではここでですねオンラインの質問にも移ろうかと思います、はい、現在なんと八十六名の方にオンラインにご参加いただいております。ありがとうございますその中で質問を平井さんから一つ選んでいただいてご,、はい、ご回答いただければと思いますはい えっとですね、じゃあ、えー、っと梶谷さんですね感動体験というワードを大切されている印象ですが平井さんが中高生の時に得た感動体験と今の時代だからこそ必要な感動体験を教えていただきたいですと、えー、いう質問ともう一つ今の時代に平井さんが高校生だったらどういうことにチャレンジしたいと思いますかというのは2つあるんですけどもまずあの2つ目から先お答えすると。 あのちょっと先ほどもですねこちらの会場でもお話したんですけれどもあのやっぱりもっとですね私が高校生の頃も今の反省としてはもっともっと社会のことを勉強すればよかった、えー、いろんなことについてですねやっぱり知識不足だったっていうすごい反省があって、まあ、大学に入ってそして社会人になってからもですねいやこんなことも自分は知らないんだっていう反省が結構あったので。 えもっともっとですね、まあ、あの高校時代ですから遊びが結構楽しかったんですけどもそれだけじゃなくてやっぱり世の中ってどういうふうに動いてるんだろうかとかなんでこれはこうなってるんだろうかということをもっともっと自分で考えればよかったなというふうに思ってます。えー、それからですね、えー、と中高生の時にやった感動体験ですけれども、あのー、わ私の感動体験っていうのはですね、えー、中高生の頃は えー、まああのいろんな、えー、映画とかですねそれからあとはテレビ番組だとか、まあ、音楽、まあ、身近にあるいろんなコンテンツっていうのが、まあ、多分皆さんも多分好きじゃないかと思うんですけれども、えーまあ、聞いたりとか見たりとかですね、えー、するっていうのはやっぱりすごい自分はあの結構な感動体験になってたなっていうふうに思っていまあ、だにですねあのいくつかそういった、まあ、名作と言われている映画 いまだに見てもやっぱり感動するし、えー、やっぱり自分の一つのですね人格の形成ちょっと大げさになりますけれどもにも貢献してくれてるんじゃないかなというふうに思ったのとあとはですねあの、まあ、私はすごい恵まれたんですけれども子供の頃海外に住んでたと、えー、いうこともあって、えー、まあいろんなですね特にアメリカだったんですけれどもアメリカでいろんな場所にですね あの家族でやっぱり旅行をしてですねまあアメリカの首都であるワシントン DC に行ってみたりとかですねえまあいろんな人類の初飛行があったキティーホークっていう場所が南部の方にあるんですけどもそういったところに行ってみたりとかですねあとはアメリカで皆さんもご存知かもしれないですけど南北戦争っていう非常に悲惨な戦争がアメリカにあったんですけどもえその激戦地の跡地に行ってみたりとかですねそういったいろんな場所に行って。 えー、その歴史を聞いたりとかですね、えー、実際にその,、まあ、その場の、えー、雰囲気というかを感じ取るみたいなことが結構自分にとっては感動体験になったんじゃないかなというふうに思ってます。います、あ。皆さんもですね多分いろんなあのそういった感動体験があるんじゃないかなと思うんですけれどもあの、まあ、先ほどいろんな情報にアクセスしましょうということ,と全く同じでぜひですね可能な限り例えばあの音楽一つとってもですね私はもう K−POP 大好きなんだっていうあの。 皆さんいらっっししゃったとしてできればですね k p o p 大好きだから k p o p だけ聞いてるんじゃなくて k p o p が大好きだからこそちょっと j p o p も聞いてみようとかちょっとですねあのまあ,あのアメリカとか、えー、イギリスのもの、まあ、洋,楽も洋楽ものをちょっと聞いてみようとかですねそういったあえて自分の好きなところとはちょっと違うところにもやっぱりちょっと興味を示す興味を えー、ちょっと向けてみようというのはです、ね、自分の感動体験の幅を広げるということになると思いますので自分が本当に好きなところだけじゃなくてあえてちょっと別のところにも行ってみるというのも大事じゃないかなというふうにお時間が迫ってきたので次の質問で終了とさせていただきたいのですが最後に会場の皆様から 1>,、はい、あの1人あのご質問があればそれこちらで終了したいと思います。いかかがでしょうか すみません、あの2回ももらっ、はい、いて何いで, <laughs> で2回も聞くんだとは聞きませんから <laughs> 私はなぜ今学校で結構この広島の原爆について学ぶ機会が多くてその時にこのいろいろこのこのこの被爆者の方のお話とかを聞いていく中で、はい、ある程度はこの自分もこう課題これはこの過去の,過去の 過去をなくしていかなきゃいけないとかそういう問題をについて考えることはできるんですけど、あ、うんはい、のどうしてもこの被爆者の方が持っているほどの危機意識というか、はい、重いものを持つことができないですが、それはそのままそのままではちょっと良くないのかなと自分では思うんですがどうでしょうか。あのすごいいい質問ですねありがとうございます。結論から言うとですね。 えー、まああのわ私も被爆者ではないし被爆者の方々に聞いてみるとわからないんですけれども多分そういったお話をされている方々は、えー、話を聞いてもらってそして自分なりにそれを解釈してそれで今おっしゃられたようにでも被爆者の方々と同じ体験同じ気持ちにはなれないよねっていうことは 分かっっててているけども、でもで興味を持ってくくれれた、聞いてくれた、聞それを他の人に伝えようっていう心っていうのはやっぱりすごい大事だというふうに思ってるでしょうしそれに対してやっぱりすごい感謝されてるんじゃないかなと思うんですね。彼らからしてみたらば決して被爆者になってくださいとも言えないしそんなことは現実的じゃないからそんなことは実は多分求めてなくてやっぱりそれをいかに伝えてくれるかっていう。 えこととに大向けを置いてると思うんであとは問題意識を持ってほしいやっぱり戦争はなくしてほしいやっぱり核兵器は良くない絶対反対だっていうことをやっぱり伝えてほしいっていうことが大事なポイントになってくるんであの同じ体験というのはできないですからあのいろんな、ね、同じ体験できるものもあるんですけどもこれに関してはできないからそれはそれで良しとしてどう伝えていくかどういうふうにやっぱり大変だったっていうことを自分なりに理解してくれるかっていうことが大事なポイントになってくるんじゃないかなと思いますよね。 ありがとうございますはい。ありがとうございま,、はい、ざいました名残惜しいですけれども以上で質問タイムを終了とさせていただきます平井さんありがとうございましたい本日は平井さん貴重なお話をありがとうございました それでは本日中高生の皆さんとお話しした感想やエールを最後に一言いただけますでしょうか。はい、皆さん今日はね本当にあのまあオンラインの方々もまずありがとうございました。そしてえっとライブで会場にいらっしゃった皆さんですね本当にあのすごい雨の中、えー、お運びいただきまして本当にありがとうございます。あの今日のですね皆さんからのまあ積極的ないろんな質問を受けて改めて思ったんですけれどもやっぱり皆さんがですね、えー、まあいろんなことをよく考えてそして どういうふうにやっぱりより良い社会課題とか地域課題に対していろんな解決方法を提案できるかとかですねことをやっぱり皆さん考えてらっしゃるなっていうのは本当によく分かりましたのでまあ私の,あのプレゼンテーション最後に言いましたけども皆さんもう一回言いますけれども皆さんは時間といいう素晴らし資産を持ってますでこれは何を意味しているかというと時間があるっていうことはですねいろんなことを試してみて。 で時々は失敗することもあるし時には挫折することもあるしでも時には「素晴らしいやったね!」っていうようなあのガッツポーズが出るような喜びもいっぱいあるだろうしいろんなことを体験してそれを自分の資産にしてもらってそれを将来にやっぱりまあ投資として持っていけるだけのやっぱり時間があるんですねだからぜひですねその時間という素晴らしい資産これは何回も言いますけど私皆さんから買いたいですよ本当に。 あのこの年になっ皆さんはまだまだいっぱいあるんでぜひですねお金も無駄遣いはしちゃいけないですけれども時間の無駄遣いもぜひしないでください一日一日がですねやっぱりすごい大事だし先ほど申し上げたようにキャリアとか自分はどうしたいんだっていうことをやっぱり考えてみたりとかまあ今日もありましたように社会課題について考えてみる地域課題について考えてみるそれに対してどういうふうに自分が思ってるかっていうことをやっぱり提案してみるっていうようなですね貢献をする。 そして自分でいろいろ考える悩んでいくということをですねぜひ時間のある皆さんは徹底的にやってほしいと思いますしそうすることによって皆さんが日本も変えるし場合によっては世界も変えていくそれだけのやはり皆さんが力を持ってるということなので皆さんにですねぜひ私は期待してますので陰、えー、ながら応援させていただきますけれどもぜひ頑張っていただきたいと思いますし今回のアイデアコンテストですねぜひ多視点でトレードオフをよく考えた。 アイディアをぜひいろいろと提案していただければと思います。本日は本当にどうもありがとうございました。オンラインの皆さんもありがとうございました。平井さんありがとうございました。それでは平井さんはここまでとなります。盛大な拍手でお見送りください。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。 続いてですがティーンズアイデアコンテストについて繰り返しになりますが今後のスケジュールを簡単にご説明いたします9月30日月曜日まで応募を受け付けています応募様式を記入の上ホームページにある応募フォームから応募してください応募については頑張って一人で応募しても大丈夫です友達同士で応募して競っても楽しいかもしれませんまた友達を誘ってチームで応募することもできますので皆さんぜひ応募してみてください そしてまだプレエントリーの方は本エントリーをぜひお願いします詳しくはティーンズアイディアコンテストのホームページをご確認ください今画面右側に表示されている QR コードからも見ることができますこれをもちまして子どもスマイルムーブメントティーンズアイディアコンテストスペシャルセミナーソニー元 CEO 平井和夫さんに学ぶ未来を作る地域社会課題との向き合い方を終了いたします 今回のスペシャルセミナーの内容についてぜひお友達にもシェアしてください。皆さんからのティーンズアイデアコンテストへの応募もぜひお待ちしています。なお、本日のスペシャルセミナーについてアンケートに答えていただけると嬉しいです。投影されている QR コードから回答いただいてもいいですし、イベント終了後、登録したメールアドレス宛にアンケートフォームをお送りします。そちらからご回答いただいても大丈夫です。皆さんからの感想をぜひ聞かせてください。 それではお忘れ物のないようお気をつけてお帰りください本日はご参加いただきまして誠にありがとうございましたまたですね最後にあの平井さんとのあの写真を撮るお時間も少しございますのでもし我こそは写真を撮りたいという方いらっしゃいましたら前にぜひお集まりいただきますようお願いいたします、はい、皆様本日はありがとうございました